エブラさんのシスター、ブレカムティオクスは、タコライス食べたい。なぐせ、イエス。第39回、ジェラルダムザムセン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 グッジョブ。ついに39回目です。あと1回で40回ですね。ほんまにこの1年で、やる頻度めちゃめちゃ増えちゃったからね。もう40回になりますよ。はい。これ40回の時に話した方がいいな。39回で話すことではないな。39回目でございます。サンキューですね。サンキュー。ダメだ。センスがおっさんだ。今回も皆さんからね、リクエストいただいたトラウマ動画、どんどん見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。何気に新居でトラウマは、今回が初めてになります。記念すべき新居初めてのトラウマ企画なので、そんなにビビりたくないね。今回も全力でやっていきましょう。行くぜ！イヤードンボックスチーフストロングカリバー破天荒なシュート目それやっていきましょうか。サンディエゴ。もう今昼の2時なんですけど、10時半くらいに起きて、ちゃんと昼ご飯ももう食べたんですけど、なんかまだ目がパッチリしない。元からか。元から死んだ目か。ごめんなさい。それでは見ていきましょう。カッピング。あ、だいたい気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。そういう治療的なやつでしょ。カッピングは水玉とも呼ばれるトリートメント。背中や腹部などに真空状態にしたカップを吸着させることにより、毛細血管内に滞っていたドロドロとした血が、毛細まあいいや、まあ、健康的ななんかです。要は、あれでしょ？キスマのガチのちゃんとしたやつってことでしょ？そういうことでしょ？あります？つけられたこと。僕ありますよ。とりあえずじゃあ見てみます。カッピング。え？炎？あ、そっか。真空状態にするから。なるほどね。うわ、すげえ。やだー。うわー、すごい。強そうなおばちゃん。これでも撮るときどうやって撮るの？普通にポッって撮れるのかな？すげえすげえすげえ。音が卑猥、卑猥じゃないけど。いやー、でもやだなー。こんなつける、すごいね。うーわー、ちょっと確かにグロテスクだね。うわ、うわ、色が、色が、色が、え？それそうなるか。それそうなるよな。いやー、なんか、痛いのかな？いやでも痛いよね、そりゃ。あ、抜けるんだ、普通に。普通に取れるんだ。あー、おー、すげえ。ポンポン、ポンポン言うとる。ポンポンペイ。あ、いいね、いいね。うわー、すげえ、すげえ、すげえ。グレー。グロい。結構でも色がすぐ戻っていくね、うん、そうでもねえか。うわー、色濃いやつと濃くないやつの差がすごいね。濃くなれば濃くなるほどドロドロだった血ってことかな。どうなんだろうね、分からんけど。いやー、これででも良くなるんですね。いや、すごいっすね、カッピング。ためになるわ。ためになったね。この企画でためになることってなかなかないですからね。引きこ、聞いたことあるな。引きこ、引きこもりのこと違うよね。あ、違うね。引きこは多分引きこさんのことだよね。引きこもりのことじゃないですね。まだ俺引きこさんか引きこもりだったら引きこもりの方が好きかな。まだ可能性がある。怖そう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 。雨の日にね。あ、走って。あ、ちょ待って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 、なんじゃそりゃ。絶対に見てはいけないものを見た気がしたね。雨の日っていうのがさらに怖いね。あー、やばい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 。あー、引きずられとる。こっち見ないで、こっち見ないで。あー、乱れた。終わった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 。あー、ダメ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 、怖い怖い。無理だって、もうもう目そらすな、逃げろって。うわ、来てる、早っ。怖い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 。あー、怖ー。たった46秒に怖いが全部詰め込まれてた。ひきこさんの都市伝説の概要をちょっと読んでいきます。雨の日、白いボロボロの着物を着て人形のようなものを引きずっている女と出会う。よく見ると女の目はつり上がり、口は耳元まで裂けている。そして女が引きずっていたものは人形ではなく小学生ほどの子供そのものだった。女は自分の姿を見た子供を捕らえて日会になるまで引きずり回し、決まった場所に連れて行き放置する。え、怖っ。いや、怖っ怖っ。ヘビさん、なんか最近ヘビ多くね。今年初のうちの
庭にヘビさん発見。ヘビさん、ちゃんとさん付けてるのが好感を持てますね。ヘビさん、あ、うるさい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 。ヘビさん、ヘビさん、あ、いた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 。どこ、あ、いたいた、ヘビさん。あ、ばばばばば、な、なにこれ、そういう動画、そういう怖い系。おお、早い早い、おお、早い早い、往復してる。あ、こっち来ちゃうの、今回にやられちゃうよお前。え、そこ入れねえな。ヘビさん、もうちょい、もうちょい前、もうちょい前、上がれ上がれ、そうそうそう、木の方行きなさい。おお、おー、消えてった。よしよしよし、バイバイヘビさん。なんなんこれ、ヤマカガシっていうヘビらしいですね。体の隙間と歯に毒があるので注意してください。ヒキガエルを食べてヒキガエルの毒を分解して自分の毒に再構築するやつです。強っ。遊戯王だったら絶対レベル5、6あたりだよ。新耳袋、死神、死神怖いっすよね。でも死神系のアニメ漫画ってめっちゃかっこよくないですか。デスノートしかり、ソウルイーターしかり、そんくらいしか知らねえわ、ごめん。スタート。あー、もう音嫌い。その頃両親二人とも働いてたんで、夕方になったら友達がみんな家に帰って、いつも一人で遊んでました。うちに帰っても誰もいないし。中迫しおり、そんな時のことなんですけど。あ、可愛いお父さん。死神ですからね、非常に怖そうなお話。おっとザ・死神っていう感じの死神が今いたね。すごかったね今、誰がどう見ても死神やんっていう感じの死神だった。あ、また出てきた。おー、釜振っとる。うわ、やばいやばいやばい。かられる、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 かわせ、かわせ。その一瞬が命取り。危ない。逃げたー。逃げてどうにかなるものな。爪黒。めっちゃ人やん。やばいやばいやばい。間に合え。助かれ。おー、助かった？セーフ？助かった？インターホンの音がおかしいって。めっちゃ人やん。また逃げる。死神ってそういうやつなの？追いかけるの？ちょっと待ってーって、ちょっと早くない？おじさんもう疲れちゃったよ。あー、追いついたー。え、何そのドッキリ的な。死神ドッキリ、かわいそうに。うん、誰？ああ、父ちゃんか。しおり、危ないじゃないか、あんなところに座り込んで。え、ここはね、よく飛び込み自殺があったりして。怖怖怖怖怖。どうしてあんなところに座り込んでたんだ。そういうことね。鎌でシャーってやるやり方じゃなくて、鎌で追いかけて、その物理的になんかね、あの命に関わるようなことが起こるところまで追い込ませるっていうのが死神のやり方ですね。非常に陰湿ですね、死神。ということで今回ここら辺で終わりたいと思います。次回は第40回目になりますね。おそらくゴールデンウィークになりますかね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。